コープ転移の零コープ転移は、一五ヘキサジエン構造を持つ物質の三四以下の単結合が解列すると同時に一六以下で単結合が形成され、それと同時に二重結合が移動して、別の一五ヘキサジエンに異性化する3、三三シグマトロピーテにである。1 9四十年にアーサー・コープラによってベータ、ガンマ不飽和エステルをエノラートに変換して、 アルファイをアリル化することで得られるアルファアリルベータ、ガンマ不飽アエステルを加熱すると、ガンマアリルアルファ、ベータ不飽アエステルに異性化することが報告された。この反応は暗い前転位の気質のエーテル酸素をメチレン炭素に置き換えた反応に相当する。生成物も,も出発物と同様の1、5、ヘキサジエン構造を持つため、可逆反応となり得る。実際に、 可逆反応となるかは出発物と生成物の構造に依存する。三メチルマイナス1、5、ヘキサジエンのような化合物では出発物と生成物の間に大きなエネルギー差がないため可逆反応となり、出発物と生成物の混合物が得られる。ブルバレンのように分子内で可逆なコープ転移を繰り返している化合物も知られている。 逆にシスマイナス1にジビニルシクロプロパンのような化合物では出発物が3因間の大きな歪みによりエネルギーが高いため不可逆的に転移が進行する。反応機構はベリカン状反応に属し反応中間体を生じずに6因感染異常体を経てすべての結合が同時に移動する。 六院感染異常体としては通常はギース型を取るものがギフネ型を取るよりも有利である。これはギフネ型の場合には2位と5位の炭素が空間的に近くに位置し、その時にこれらの炭素上のホモのローブが半結合型で相互作用するためにエネルギーが高くなるものとされている。複数のギフネ型の繊維異常体が可能である場合、 立体的に傘高い地換気が、偽、エクアトリアル位にあるような繊維状態からの生成物が優先的に生成する。オキシコープ転移の例1、5、ヘキサジエン構造の3位に、ヒドロキシ元が存在する場合、生成物の1、5、ヘキサジエンは、ケトエノール互い変異性によってデルタ、イプシロン不飽和カルボニル化合物となる。この反応は、オキシコープ転移と呼ばれる。 オキシコープ転移においては生成物がケとエノール、互い変異性によって、平行から除去されるために、不可逆に反応が進行する。また、ヒドロキシモトを水素化カリウムなどで、アルコキシドとすると、さらに反応が加速され、低温でも反応が進行するようになる。ありがとうございます。